ご自身はその社員の方に対してはどういう経営者であろうというふうに思われていらっしゃいますか？そうですね、心がけていることとしては、ボスではなくて、リーダーとしての社長でありたいなというふうに思っています。はい。それはどういうことでしょう？イメージ感の話なんですが、そのボスっていうのはイメージとして、本社にいて社長室にいて、そこから社員に対してあれやれこれやれと、お前これが違うこうしろという指示を出している、昔ながらの社長の高いと像ころからですね。はい。でリーダーっていうのは実際やることをもうみんなの先頭になって同じ目線で一緒にやると。でそれでみんなに信頼してもらって、でつ、あのついてきてもらってっていうのが、でフォロみんなにフォロワーになってもらってっていうのが、リーダーとしての社長かなというふうに思っています。非常に若いリーダーということで、経験のあるそういう職人さんを動かすために、気をつけてらっしゃることというか。動かすというよりは、まずは心がけたことはどうやって動かすかではなくて、彼らからどうやって信頼してもらうかっていうところですね。なのでやったこととしては、最初から会社に入っていって、いやあれしろこうしろみたいな、さっきの話みたいなんじゃなくて、ただ店舗に行って店舗汚いきれいにしろとか、サービス悪いサービスよくしろみたいなことではなくて、まずは私がやったこととしては、店舗を回って、どういうふうにこの会社変えていったらいいかとか、もしくはこの店舗何が必要だと。でそれで、いや収納スペースないんです、あじゃあ棚つけようと、あの店舗寒いんです、あじゃあ暖房つけようと、でもしくは職人としてこの、靴修理の部材許せないです、あじゃあいいものを作りました、これどうでしょうみたいな、まずはうちの社員が思っている、この会社を良くするため、お客様にもっといいサービス提供するためにはこういうのが必要だって、もうみんなそもそも分かってるので、まずはそれを実現していくと。でそうしていくと、みんな信頼してくれるようになるので、やっぱりその前に自分がやりたいことをもんもんやってしまうのはやめようというのは思ってました。今600ぐらいの店舗をお持ちだということで、それこそ本当に365日稼働されているようなところが多いんじゃないかと思うんですけどそうですも、ね。はい、社員の方も働き方としてはその店舗でそれぞれやってらっしゃったりっていう形で、なかなかその佐古社長と接する場面というのが、全員一堂に会してみたいなことってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですが。難しいです。はい。なんでもう1店舗1店舗行くしかないですね。大変ですね。ただやっぱり現場に行くと、やっぱりお客様の生の声も入ってきますし、いろんな経営のリアルが分かるので、私は会議室で会議に出てるよりも現場回ってる方が楽しいですね。これからこの会社をどういうふうに展開させていこうっていうふうに。まず今進めているのが、もっとできることを増やしていこうというふうに考サービえスラていインまナッす。プっていそうでう。すね。で私たちは長年靴修理と合鍵をやってきたんですが、この2年間でいろいろサービスを増やしています。でまず私が就任した1年目に、靴を磨いて靴をきれいにするっていうサービスを始めました。でお客様にいろいろ聞いてたりとか、うちの職員に聞いてると、お客様靴持ってる人って求めてるものって、もちろん壊れた時に修理したいっていう需要もあるんですが、それ以外にも大切な靴が汚れてしまったので、それきれいにしたいという需要もある。で他にも女性のパンプス履いてる方で特に多いのが、靴履いててこれ好きなんだけど足が痛いとかっていう問題抱えてらっしゃる方すごく多いんですね。なんでそこに対して、汚れた靴をすぐきれいにできますよっていう、靴磨きのサービス、これ女性をメインターゲットとしてます。とあとこあの今年度始めたのが、靴履きにくい靴を持ってきていただけたら、すぐにサイズ調整フィッティングをしますよっていうサービスを2つ始めまして、2つとも非常にうまくいっております。でさらにそこから、靴だけではなくて、もっと私たちのお店に来ていただくときに身の回りにいろんなものを持っているので、じゃあそういったものも職人として修理リペアできるようになったら、お客さんもっと喜んでくださるんではないかと。ってことで最近始めたのが、時計って電池式の時計って電池切れてしまったら動かなくなるので、それの電池の交換だったりストラップの交換で、さらにiPhone の画面割れることすごく多いと思うんですけ ど、私も割れてます。でそれをすぐに修理しましょうと。でもちろんキャリア持ってったら修理できるんですけど、問題としてはやっぱ長いんですよね。そうですね。でスマートフォンってやっぱりいろんな、もう今生活のハブになってるので、1日ないとすごく困ると思そううんですなんよでね。すよ。でそれを私たちのお店だったら、もう30分でそそんのな場で修短理できいます。期間で修理できるんですか？そうなんですね。でこれって一般の人がそういう修理やると難しいんですけど、私たちの職人はもう長年靴修理やってるので、そもそもみんな器用なんですね。で私も実際iPhone 修理やってみたんですが、靴修理に比べると圧倒的に簡単なんですね。そうなんです靴か。修理に比べると。
はい、私はもう逆立ちしても靴修理できないんですが、はい、iPhone 修理だったらなんとかちゃんとマニュアル通りやればできるんですね。うん、なので私たちの強みっていうのはもう手先が器用で、はい、技術がある職人がいるので、うん、じゃあその職人が他にもできること、お客様が喜んでくださることを、まあ増やしていこうという方向性で今会社を拡大していっています。